はい、そうしましたら次はここですね。この立ち上がりの部分ですね。これを作りたいと思います。これの素材はですね、ちょっと手に入りにくいんですけれども、今回は、ヒノキ、同じ、まあヒノキなんですけども、同じヒノキのね、板材を使います。厚みが2ミリです。で、この高さがおよそ5センチあります。で、他にもね、手軽に手に入るので言えば、バルサーですね、もあります。これも使いやすいんですけれども、バルサとヒノキだと随分とその目の密度がね、違うのがわかると思います。結構色が違ってきてしまいますんでね、後でオイルステンを積み込ませた時に色が違ってたりするんで、ちょっと通販とかで買うと、こっちの方が綺麗に仕上がるんじゃないかなと思います。こちらの方のね、仕上がりのも見てもらってもわかると思うんですけれども、ヒノキの部分のツルツルっとした感じに比べるとやっぱりザラザラ、かなりしている。これバルサなんですけど、やっぱりかなりザラザラねしているのがお分かりいただけるんじゃないかなと思うので、今回は、ヒノキを使ってみたいと思います。で、ですね、でこの板をね、この内側にするのか外側にするのかというのがあるんです。板材を内側につけてこう立てるのか外側に持ってくるのかという話があるんですけれども、長さのね調節がしやすいのは、外側に貼り付けた方がなんかやりやすいと思います。なので外側に貼ってみたいと思います。現物で取った方が楽ですね。現物合わせで取ります。長さを測ってやってもね、絶対狂ってしまうので、正確に直下合わせといて現物合わせで取りますんでね、後で削る箇所が出てくるんで、少しね、少しほんの少し、まあちょっと大きめに取っといたら、あとやりやすいと思います。こうですね、この長さ、内側の長さより少しだけ長く、今チョンを作りました。でこれで、で切り出し終わったら忘れないうちにここに3って書いておきます。3と3でぴったり合うんだなということでね、現物合わせになりましたんでね。この薄いものの中にもこの45度がね、もう一回ここで出来上がりますんで、こうですね、45度ができてここにこう合わさりますんでね、こう合わさってきますんで、45度同士で合わさるわけですから、内寸と外寸があるということをね注意しながら、この板のね厚み分だけ、こうなるわけですね。ここじゃなくてこうなってくるということになりますんでね、ポイントを十分注意しながら